魔女のレシピ、エズマポッツのキッチンへようこそ。グリズルシュタイン城の厨房を預かる偉大な魔女が、誰にでも素早く簡単に作れる魔法のレシピをご紹介いたします。魔女がそう言うと、猫はあくびを噛み殺しました。また料理教室ごっこ、懲りないね。なんだって？虫歯に苦しむ将軍に痛み止めだって、激辛料理を食べさせて飛び上がらせたにゃ。痛みを消すには別の痛みを与えるのが一番さ。素直に愛を打ち明けられない夫婦に本音しか喋れなくなる薬膳を出して喧嘩させたこともあったにゃ。喧嘩するほど仲がいいんだよ。正直になって隠し事がなくなってよかったじゃないか。え、何も解決しないならやるだけ無駄にゃ。なんであんたはそんな負け者なんだろうね。猫がダミングをむさぼり、魔女が呆れるとノックの音がしました。さて、今日のお客様は誰かしら。厨房に現れたのは嘆きの城の兵士でした。上司様からの命令、この手紙を読めって。魔女は恐る恐る手紙を読みました。前略、厨房の魔女とも。我が城では兵士たちの嘆き、悲しみの声が尽きない。苦しむ心を慰め、幸せになる料理を作ってほしい。友達もなく、寂しくて毎晩泣き暮らしているのだ。その苦しみをどうにかしてくれ。あの僕に少しでも優しさがあったとはね。エズマポッツのキッチン、本日のお料理は天国気分な特製スープ。気になるレシピは、西部に生えてる魔法のハッピーキノコ30個、砂漠のドリームサボテン丸ごと3株、イリュージョンダークプランツの輪切り1束、最後にとっておきの隠し味、城の地下で採れる秘薬を小さじ2杯。気分な特製スープの完成だよ。兵士はなかなか手をつけようとしません。食べないのかい？何？効果を証明しろ。私を信用しないってのかい？確かでないと我々が王に殺される。たく、しょうがないね。ほら起きな、インヤン。怠け者のダネコ、これ飲んでキリキリ働きな。猫はしぶしぶそれを飲み干しました。匂いはひどいが味は結構まとも。いや、これは絶品。なんだか幸せな気分にゃ。いい気分だにゃ。夢心地で天国まで一直線。隠し味を入れすぎたかね。幸せの隠し味は少しの不幸。どれだけ幸福でも不幸がないと幸せを感じられないからね。スネーク将軍の猛毒をほんの少し入れたんだけど、ちょいと量を間違えたかね。まあいいじゃないか。この世の地獄から抜け出るには天国に行くしかないんだ。幸せになれるだろうよ。